M81 は、大熊座にある、渦巻き銀河。M81 は、およそ2500億個の星を含み、銀河系よりも小規模であると考えられている。M81 は、銀河の腕が中心部に向かって、螺旋状に渦巻いているのがよく見え、渦巻き銀河の構造がよくわかる。ローエル天文台のブライアン・スキフにより、特別に恵まれた環境において、 肉眼で確認することができると報告されている。M81 は双眼鏡で M82 と並んで見え、昇降系でも丸い形がはっきり見える。M82 の細長い形とは対照的である。4インチクスで観察したマラスは M81 の中心部はブツブツし、外側の明るさと不動でぼんやりし、外側に沿って臨場の交点が見られるとしている。 合計2 0トルの望遠鏡では大きな光半の中に微妙な濃淡を観測できる。過剰星雲の腕は合計4 0トルの望遠鏡から確認できる。合計5 0トルでは腕の濃淡や構造も確認できるようになる。M81 と M82 は M81 銀河団と呼ばれる同一の銀河団に所属しており、 お互いの銀河の中心核は15万光年しか離れていない。数千万年前、M81 と M82 は接近遭遇し、M82 は巨大な M81 の重力の影響を受けて変形させられている。1774年に、ヨハン・ボーデよって M82 と同時に発見された。ボーデは、M81 は、星雲上の光半、やや円形で、 中央部に明るい核があると記した。その他、1772年から78年にかけて、ヨハン・ゴット・フリート・ケーラーによって、また1779年8月には、ピエール・メシャンによってそれぞれ独立発見されている。1781年に、シャルル・メシエは、オーグマ座の耳に近い、四等か五等星に並行しており、位置はこの星から決定した。やや楕円。 中心部ははっきりしており3.5フィートの望遠鏡でよく見えると記した。ジョン・ハーシェルは顕著、非常に明るい核があると記した。1889年にロベールが写真から過剰星雲であることを確認し、核があり、境界は不明瞭で星雲状物質の輪で囲まれていると記している。ロス鏡はアンドロメダ星雲に似て、 過剰というのは回転している状態だろうとしており、実際に M81 は回転が証明された最初の銀河となった。ありがとうございます。